本海鳥急電鉄では、新規開発事業として、新交通システムの路線を、新設、従来通り森林都市線の延伸を行いました。今回森林都市線は、1駅だけ延伸しました。こちらが銀台駅です。鳥急不動産がむやみに、駅前を開発したため、ぐちゃぐちゃしています。今回鳥急電鉄では、新たに新交通システムの新路線を、建設いたしました。第3機場の高架線で、二重軽電車による無人運転を、行っています。この路線の開通により、バス、路面電車による道路混雑の、発生、地下鉄建設にトンネル掘削費用発生などの短所を、抑え、各所からの補助金を使い果たしそうになった鳥急電鉄と、環境に優しい新交通システムを、導入しました。路線名は始発駅の銀台駅から取り、Gライナーとなりました。それでは各駅の紹介です。銀台駅です。Gライナーホームと鳥急線ホームは直角になっています。専用改札口もあります。次の駅は銀台公民館駅です。駅前に公民館があります。次の駅は百貨店前駅です。休日は百貨店へ行く、客でいっぱいです。次の駅は東中川駅です。付近には住宅街があります。次の駅は中尺駅です。駅前にスーパーがあります。次の駅は銀台団地前駅です。駅前に鳥急不動産が建設した団地があります。最後の駅は南畑駅です。この先の延伸に備えて、本線が伸びています。駅前にはバスロータリーがあります。南畑駅の先に、山の裾を切り開いて車両基地を建設しました。電車線が2本あり、基地内では車両が10列に停車しています。